SEO って初心者にでもできますか？はい、可能です。徳を積む話。人に必要なのは、体に栄養、脳に知識、心に徳。その中で最も大切なのが徳です。いわゆる人徳です。徳とは、人様にいいことをして、人の心を軽くしたり、明るくすることです。一つ人に喜ばれることをすると、一つ徳を積んだことになります。それを繰り返すのが、徳を積むということです。出し切る。全力を出し切って、人が喜ぶことをすると、最も幸せになるのは自分です。徳を貯金する。健康とお金も大切にし、それ以上に徳の重要さを知って、徳を積む。徳の貯金をしましょう。今日は徳の話です。では、今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。地球に生まれてよかったね。ついてるついてる。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。